さて、イブニングコーチではコーチ家とタイアップして毎週県内のさまざまなスターを紹介しています。今日はアームレスリングのアスリートです。発祥のアームレスリングスター西村陽平さんを紹介します。せーの、アームレスリング、パワー、テクニックを兼ね備えた者だけが勝つことができる卓上の格闘技です。腕相撲とは異なり、世界共通のルールが定められていて、毎年アメリカやロシアを中心に大規模な大会が開かれています。今回紹介するスターは2015年度アームレスリング全日本選手権の覇者、西村陽平さんです。折り紙付きの強さを持つ西村さんに対して、僕は勝ちますよ。両手使って勝ちます。メリゴー。2015年度アームレスリング全日本選手権75キロ級右優勝、圧勝のアームレスリングスター西村陽平。西村さんは須崎市出身の35歳。22歳の時に出場した県内のアームレスリング大会で準優勝。愛知県に本部があるアームレスリングの名門チーム、野中塾土佐支部の和田義久支部長に才能を見出され、10年以上地道にトレーニングを続けます。まあ、そのやっぱり努力は目に見えて分かりやすい、あとその結構一瞬で勝負が決まったりするんですけど、まあ、その分の緊張感もありますよね。やっぱり力だけじゃ通用しないというところもあって、最初もう僕より体重が半分ぐらいの時も勝てない時もあったんで、はい、そういうのもやっぱり面白いですね、はい。そして初出場だった2014年度に75キロ級左で優勝。今年度は右で優勝した日本アームレスリング界の上新生です。まあ、去年は右が2位だったので、まあ、今年はもう絶対に利き腕の右で取りたいと思ってたんで、ほんで、まあ、去年の倍ぐらいは練習もしてきたつもりだったので、はい、まあ、右が取れてよかったです、はい。西村さんは身長177センチ、体重75キロ、握力は右が102キロ、左が91キロ。この肉体を作り上げるために毎日トレーニングを欠かしません。実践練習を週3回して、その間もこういうようなのでトレーニングしている感じですけど、はい。やっぱりとにかく重たいのを扱う感じですかね、はい。もうアームレスリング結構コツでしょみたいな感じで言われることもあるんですけど、まあ、そういうのも嫌なんで、ちょっと、はい、力はやっぱりつけようかなと思って、アームレスリングと、まあ、並行して普通にトレーニングするようにしてますけど、はい。大丈夫ですか？大丈夫ですか。ヒヤッとしましたけど、また大丈夫ですよね。また何回も来るんで。道場内に日本一の、しかも自分同じ階級で、そんな人とやらせてもらえて、すごい練習になってます。超えたい壁というところがあるんですけど、自分だけじゃなくて、高知県のアームレスラーたちの、まあ、期待の星でもあるんで、一緒の道場に入れていられてありがたいです。アームレスリングのテクニックとかそういう面でも基本からちゃんとできていて、何も勝てる要素がないですね。圧倒的な強さを持つ西村さん、そのため実践練習は今ちょっと道場内にちょっと片手でちょうど練習できる相手がいないんで、でちょっとうちの師匠に、はい、両手でちょっと受けてもらってる感じです。お願いします。はいっす。はい、行こう。15本。はい。はい。せーの。よいし。
何より努力が全く苦じゃないっていういろんな才能ってあるんですけど、練習ができる才能もうストイックで食べるものから気をつけて、それで練習毎日、仕事終わればずっと練習する、それが当たり前だと、それを何年間もやってのけるところがすごいですね。努力する天才、絶対王者として君臨しようとしている西村さん、いくら強い強いとは言ってもですよ、右手一本ですから。ですので両手を使えばね、勝てるんじゃないかなと思うんですけど。ふてぶてしくもかっこ悪い挑戦状を叩きつけた花岡アナウンサー。西村さん、逆に懲らしめてやってください。うわ、痛い。ねえ、じゃあね、体が浮き上がったんですけど。うわー、強い。見事西村さんの圧勝です。うわー、ちょっと両手でも勝てなかったので井上さんと一緒に戦います。ここで音声担当の女性スタッフもマイクを預けて参戦です。腕一本対腕四本の戦い、果たして。レディーゴー。いけ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 。まさか。うわ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 。右腕一本、西村さんの大勝利です。いやもう、なんですかね、なんかこういうじらすアトラクションありますよね、そういうのにもう遊ばれてるような感覚ですよ。井上さんどうでした？もうちょっととてもじゃないですけど、怪物です。怪物ですか。実際今4本の腕と勝負されたわけですけど、はい、どうでした？ちょっとギリギリです。おギリギリでしたか、はいはい、いや、はいわ。あーすごいっすね。いや乾杯です。ありがとうございました。負けてはしまったんですけれども、こうすればちょっとでもアームレスリングが強くなるという方法を教えてほしいんですが、どうですか？はい、じゃあちょっといいですか？あ、もう早速ですか、はい、誰でも強くなる方法、まず親指の上に人差し指を乗せます。次に人差し指が上に来るように手首を曲げます。二の腕あたりの筋肉に力を入れたら、あとは体重をかけて腕を倒します。あすごい、いやすごいですね。ありがとうございます。王者として、人として、強さと優しさを兼ね備えた西村さん、最後に高知家のスターならぬ高知家の男として語ってもらいました。男と、はい、まあ、仲間を大事にして、まあ、僕らもチーム一丸で強くなっていきたいので、チームあっての自分というのはあると思って、はい、チーム一丸、仲間を大切にやっていきたいと思います。ありがとうございました。来年は両腕優勝期待しています。いやー、腕の筋肉はどうなってるんですかね。いやー本当にすごいですね。ものすごく太いんですよ、二の腕が、うん、どのくらいあるんだろうっていう感じですけど。いやパンパンなんですけれども、はい、実はですね、はい、アームレスリング界では経験豊かな40代50代が主流となっているそうで、そうなんですね。その中で35歳で絶対王者になろうとしている西村さんは本当に強いんです。すごいですよね、はい、ね、本当に努力をしてるからこそ、ああいった形で賞を取れる、はい、ということですよね。そうなんです。そして、はい、ね、ぜひね、誰でもアームレスリングが強くなる方法、はい、今回ね放送しましたので、はい、明日学校などでねぜひ試してみてください。みんなでね挑戦してみてください、はいはい、特集でした。